ご視聴ありがとうございます。トロピオスカです。マジックのカードには一つの能力だけではなく、様々な効果から選んで使えるモードを持つ呪文というものが存在します。一枚のカードに多くの能力を詰め込んでいるため、その効果はコストに比べると控えめに。しかし、あらゆる状況に対応できるため、色が合えば重宝するカードにもなります。今回はそんなあらゆる状況に対応できる最強のモードを持つ呪文5選というわけでご紹介していきたいと思います。まず最初にご紹介するのは謎めいた命令です。謎めいた命令は2007年ローインで登場した4マナのインスタント。青トリプルシンボルと色拘束が強いですが、その分効果は強力。呪文を打ち消す、パーマネントを手札に戻す、対戦相手のクリーチャーを全てタップする、カードを1枚引く、この4つの中から2つを選んで使うことができます。よく使われるのはカウンターとワンドローのモードですが、クリーチャーをタップすれば相手の攻撃の計算を狂わせますし、カウンターした上でバウンスすれば相手はマナを使ってしまっているので、すぐに出し直しができず大きなテンポアドバンテージを得ることができます。色拘束の強さから青ターンデッキ専用に見えますが、あまりに強力すぎて青いデッキならばこのカードを使うために7基盤を青中心に寄せることもありました。スタンダード時代特に使われたのが青黒フェアリー。瞬速で相手を翻弄するフェアリーとこの謎めいた命令は相性抜群。4ターン目には呪文を唱えれば謎めいた命令で打ち消し、警戒して唱えなければエンド時に切り縛りの徒党で土地をフルタップと理不尽な2択を迫られるために、波の中速デッキでは相手にならないほどの強力なデッキでした。またこの頃マナ基盤が非常に充実しており、滝の断崖などのフィルターランド、戦慄な小川などのビビットランド、そして繁殖池と他色が非常に優遇されていた環境にもなっており、5色デッキにもかかわらずトリプルシンボルの謎めいた命令が採用されたクイックントーストというデッキも現れます。スタンダード落ちした後もモダンでは使われているカードで、謎めいた命令でカウンターした後に永遠の商人で回収し、またカウンター落ちながら永遠の商人を手札に戻し、謎めいた命令を使いますというエターナルコマンドというギミックがモダン制定当初に話題となりました。ちなみに同セットの命令サイクルでは青だけがインスタント。なんか贔屓されてませんか。続いてはコラガンの命令。コラガンの命令は2015年タルキール竜騎伝で登場した赤黒3マナのインスタント。2色の伝説のドラゴン5体になぞらえた新しい命令サイクルです。効果はクリーチャーを墓地から回収する、カードを1枚捨てさせる、アーティファクトを破壊する、好きな対象に2点ダメージを与える、これらの4つから2つを選べます。このカードの強さのポイントはどのモードを選んでもアドバンテージが取れるということ。相手のクリーチャーを除去しながら反撃したり、アーティファクト破壊しながら自分はクリーチャーを回収したりなど、3マナのインスタントでありながらほぼ確実に1対2交換を仕掛けられます。スタンダードでは赤黒ドラゴンやダークジェスカイといったデッキで使われており、特にブリンの振動ジェイスとの組み合わせは凶悪の一言。もともとクリーチャー状態では除去されやすいジェイスも簡単に回収できますし、ジェイスの裏面のマイナス3効果でコラガンの命令をもう一度唱えるのも簡単。その強力さからスタンダードのみならずレガシーでも大活躍。ナチュラルにアーティファクトを破壊できてしまうため、このカードの流行によって石鍛冶の神秘化本体と戦略の要のオーダー使いを一気に破壊されてしまうため、青白石鍛冶は大きく衰退する原因ともなりました。続いては集団的蛮行。集団的蛮行は2016年異界月で登場した黒2マナのソーサリーで、インスタント化ソーサリーカード1枚を判定する、クリーチャーにマイナス2マイナス2修正を与える、ライフをドレインする、これらの3つから1つ効果を選んで使用できます。さらにこのカードは増寿という能力語を持っており、手札1枚を捨てるごとに能力を1つ追加できます。例えばカード1枚を捨てれば2つ、2枚捨てれば3つの能力を全て使えるという変わったモード呪文というわけです。特に手札破壊とクリーチャー除去のモードがよく使用され、手札の不要なカードを捨てて能力を追加してもいいのですが、こうしたカードを捨てるというアドゾーンをアドバンテージに変換できるのがマジックのお決まり。インストラード大影ブロックではマッドネスや墓地のカードタイプを参照する紅葉というキーワード能力が収録されており、カードを捨てることがメリットになるカードが多く存在したため共に使われます。またレガシーではリアニメイトデッキで重宝されます。異界月当時のレガシーでは墓地利用デッキのガンであったシギレのシャーマンが現役であり、それを集団的蛮行で除去しつつ手札の妨害を抜き去り、さらに増寿で釣りたいカードを捨てればリアニメイトに簡単に繋げられると、まさに一石三鳥。
捨てることがメリットになるデッキならば必ず選択肢に入るカードとして多くのデッキで採用されています。続いてはサクハク。サクハクは2017年破滅の時で登場した赤の2マナインスタントで、クリーチャーに3点ダメージを与えるかアーティファクトを破壊できる効果を持っています。先ほど紹介したカードと比べると控えめな効果ですが、単色でシングルシンボル、そして2マナという軽さが大きな利点です。単純に3点ダメージで軽量クリーチャーを除去できるのが主流な使い方でしたが、当時のスタンダードにはアーティファクトをフィーチャーしたカラデシュブロックが存在し、それらのカードに対しても大きな力を発揮しました。特に当時使われていたのはキランの新遺号をはじめとする機体、そして機械巨人たちです。6マナの本流の機械巨人も2マナで楽々対処できるとあっては赤いデッキが採用しない理由がありません。サイドカードとして採用されることが多かったこのカードですが、メインデッキにも十分採用できます。当時の僕はスタンダードで伝承の塔デッキをよく使っていたのですが、本当にこのカードに泣かされていました。現在でもクリーチャーとコンボ対策カード両方破壊できることから、レガシーの実物ステージ教育デッキなどで採用されています。続いては戦争の犠牲。戦争の犠牲は2019年闘争対戦で登場した6マナの総サリー。パーマネントタイプを一つずつ破壊できるカードで、その豪快さからモード呪文と呼んでいいのか僕もちょっと不安ですが、とにかくスタンダード時代に大活躍したことは間違いありません。ただ闘争対戦発売当初は6マナと重量級で色拘束も強いことからロマンカードの一つとして評されており、さらに闘争対戦自体がフレインズウォーカー36体というインパクトの強いセットだったためか、影の薄い存在でした。最初はゴルガリ・ランデスという土地破壊を主軸にしたデッキで使われた程度でしたが、ローテーションが起こり、エルドレインの王権が発売されてから風向きが変わってきました。もともと唱えれば1対3交換以上が見込めるカードです。草案の日という土地の数さえ揃っていれば、色マナを無視できるカードが登場したことで、願いの笛から持ってきてコストを踏み倒して唱えたり、ローテーションで環境の速度が遅くなったために盤面の振りを一気に覆すことができる大逆転カードの一つとして使いたいなど、徐々にその強さが認識され、スルタイフード、ジャンドサクリファイスなどなど採用するデッキも増えていき、時代を代表するカードとして評価が再認識されていきました。僕は当時 MTG アリーナで自分のパーマネントがいろいろ光り始めたら、今から戦争の犠牲を打たれるんだなという気持ちになっていました。というわけで、最強のモードを持つ呪文5000、いかがでしたでしょうか。その他にもね、モードを持つ呪文としては、魔除けサイクルとかありましてね、イゼットの魔除けとか、アブザンの魔除けとか、そういったカードもね、思い出深いというか、よく使ったなっていう方もいらっしゃると思います。ぜひ皆さんも好きなね、モード呪文ありましたらコメントで教えてください。というわけで、今回は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけで、トロピオお疲れでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は、概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。